林屋台日高加防祭は、岩手県欧州市水卓で、毎年4月29日日高神社礼大祭に実施される加防祈願の祭り。300年を超える歴史を持ち、祭りに使用される林は、加防祭の屋台林として、岩手県指定向け民族文化財に指定されている。超陰京都の祇園祭りを模した華やかな祭り。豪華絢爛な林、屋台が繰り出され。 町中を練り歩く。祭りは各九町組から、町院、内林、林屋台の三つの屋台が繰り出す。町院は、町を象徴する漢字一文字と町名が書かれた標識部の周りを、井戸、馬連、火の玉、飛車区等で飾り付けた屋台で、各町組の先頭に立つ。江戸時代、水沢城主が、城下六町にそれぞれ、人し心、火、棒、手、 陳の漢字一文字を与え、各町はそれをシンボルマークとして掲げたのが、町印の始まりである。この文字をつなげると、人心を持って、家房を低陳すと、防火の心得を歌ったものと言われている。内林、内林は、屋台とその中で演奏されるお囃子の総称を指し、内林または、とっとこ名とも呼ばれる。天井には、ゴンゲン様が祀られ、見返りには、 しだれ桜の造花が飾られている。林、屋台よりも一回り詳細句。演奏は、笛子大太鼓を叩く、男子、小太鼓を叩く用事で構成され、前、長組同じ音曲。初段、二段、三段の三曲で構成され、この祭りで最も古い祭り林であり、西洋音楽のそなた形式に酷似する音力と言われている。江戸時代後期までは、 町印と内林がこの祭りの原型であった。林屋台見返り。林屋台は、東半風の屋根や欄間に主屋金、極彩色の彫刻が飾り付けられ、木星降欄に、ぼんぼりが付けられた、雛壇状の屋台である。見返りには、牡丹としだれ桜の造花が飾られ、屋台内には、真よけの蕎麦柄と菊の脇障子が付けられる。林は、笛師が奏でる音曲に合わせ、 お人形さんと呼ばれるさおとが小太鼓と、お嫁さんと呼ばれる、三味線で調子を取る。かつては、鼓も加えられていたが、現在ではこの笛、三味線、太鼓が主流となった。内林、林、屋台で奏でられる祭り林を総称して日高林と言われている。昭和40年代まで、ほとんどの屋台は担ぎ屋台であり、 絢爛豪華な屋台の下で数十人の男たちが、木屋里歌を大屋台を担ぐ様相は、みやびかつ緩そうな祭りであった。しかし、屋台の担ぎ手不足により、台車のついた押し屋台へと変わっていった。現在は屋台前に、飾りの担ぎ棒をつけ担ぐ様子を表現したり、ゆすりを台車の上に乗る屋台を回転式にしたりとかつての祭りの姿を再現する工夫がなされている。 林や大出演組長員、内林を持つ長組かつて、日高か防災の祭日であった、旧暦1月22日に行われる行事。日高神社境内にある笛魂石踏みに笛師と祭り関係者が、今年の祭り成功を祈願し、その後拝殿に手道で笛を清め内林のお林を奉納する。日高神社春の例大祭4月22日に合わせて行われる行事。 境内にて、拡張組の年番に宗家である、日高神社から笛師の衣装である神下が渡される、神下対応式が行われる。その後、その年の、拡張内林方の紹介がなされ、祭り関係者にお囃子をお披露目する。三曲とは、日高林を構成する笛、三味線、太鼓を指す。昭和60年からスタートした前夜祭りは、夕方から鹿踊り。 三越と魚、林屋台の相打ち、薬土試練による踊りが披露される。しかし、年月が経つにつれ、中心市街地の衰退とともに、高齢化、財政難、出演者の減少に伴い2日間の林、屋台運行が難しくなってきたとの判断から、平成21年からは全町組の町員、内場屋市のみの出演となった。さらに、平成24年からは町員、 内林市の運行も中止となり、現在は地方行列や薬土司令演部等が行われている。祭り当日は古式にのっとり行われる。朝、日高神社に各町組の年番長が集まり、祭りの安全を祈願する年番祭が行われる。宗家である日高神社より五札を受け取った年番長は、直ちに各屋台に戻り、五札を生やし、 屋台にくくりつけ運行が始まる。各町組屋台は各自の町へ挨拶回りを行い、参拝のため、日高神社へ向かう。しかし、日高神社参道が狭いため、町印、内林やみが神社境内で参拝を行い、林屋台は参道手前の大手通りに集結し、要拝式を行う。要拝式では全林屋台が横一列に、 神社方向へ向き、お祓いを受け一斉にお囃子を演奏する。その後、行列をなし基地工事、大手町を通り水沢城大手門があった欧州市、役所本庁前に集結する。午後1時15分、消防団によるまといぶりを先頭に、各町組の屋台が整列し、川口町、立町、柳町、大町、横町、袋町とかつての町屋地区を練り歩く。途中、 横丁にある水沢消防の祖、佐々木タスク五平像に、拡張組が参拝する。また、林、屋台に乗るお人形さんや祭り関係者の店先に、到着すると屋台を回転させ、演奏を披露しながら、ゆっくりと練り歩く。夕方、中央通りに到着した行列は、町員、内林が抜け早し屋台のみとなり夜の祭りへと、装いが変わる。 揃い打ち午後6時40分、一斉に、ボンボリが点灯され祭りのクライマックス、揃い打ち、相打ちが始まる。水卓駅前交番付近にて林屋台全9台が集結し、お囃子を一斉に演奏する、揃い打ちが行われる。その後、会場をメープル前交差点に移し、相打ちが行われ、その年のメイン長組となる林屋台が1台、待ち構え、 他林屋台八代と相対しお囃子を披露し合う。最後に互いの町組に陣儀礼を尽くし三本締めを行う。一通りの行事を終えた林屋台は各町の入り口へ到着すると町に帰還したことを知らせるためにお囃子を演奏する。それを聞いた町の人々は、軒先で町鎮を持ち出迎え祭りは終わる。 屋台行列の隊列順はかつては、横丁組、袋丁組、駅前三丁組、川口町組、柳町組、木内組、立町組、吉工寺組、大町組と決まっており、横丁組には、笛市の回電車が乗る屋台として、先人、大町組は殿様の子供が乗る屋台として、殿と決まっていたようである。相打ちのメイン町組も横丁組と決まっており、笛市回殿車の乗る屋台に、 挨拶するのが恒例となっていたが、現在では、隊列の順番に合わせ毎年相打ちのメイン長組が変わる。昼間の屋台行列もメイン長組を先陣とした、隊列を組む形となっている。欧州市水沢出身で役土市を迎える男女で構成する舞踊団体。25歳役土市連、42歳役土市連の2団体が出演する。 屋台行列が通る沿道の追払いとして、地元や全国各地の芸能を披露し、祭りを盛り上げる前座の役割を務める。最近では和楽器を織り混ぜたロック調の創作踊りを披露する傾向が強く、衣装、音楽とも趣向を凝らしている。総勢約300名による踊りは、祭りの名物。もともとはにわか踊りから始まったと言われている。周辺農村では、 農寒期であったため、数少ない冬の祭りを楽しむため、虚無僧、四死舞、火星踊り、大国舞、権ン舞等の余興を強じていたこと、この地域の騒ぎ立て役払いを行う風習があったことから、それらが相まってできたものと考えられている。祭りの起源を明示する資料は残されておらず、いくつかの説が提示されている。代表的なものとして、以下の二説がある。 一つは、水沢城主、伊達宗影が公務で、江戸に滞在していた折、1657年1月18日に、発生した振袖火事に遭遇し、この時の江戸の山上を目の当たりにした宗影は、水卓に戻ると過防対策として、民間消防隊を組織するとともに、宇部すながの日高妙賢者の、日は、日に通じ、同社の境内にある水卓伊達氏の奏隷社随山神社の、 字は、水に通じるとして、人知の及ばぬ災害を、神仏の加護によって未然に防止しようと、両者において、過防祈願の祭事を始めたという説である。もう一つは、1735年2月22日に、水沢城下で168校を役隊化が、発生すると、時の城主伊達村家は、佐々木多福護兵を江戸に派遣して、火消しの技術を習わせ、城下に、 民間消防隊、河縁組を創設した。その記念行事が過防災の発祥であるとする説である。水沢城下町は頻繁に火災に遭い、強行年間以降だけでも5回の大火が記録されている。中でも1859年には2度の大火が発生して計562個が消失。城下復興のために大量の木材が必要となり、 周囲の山々が陰山になったという。度重なる浄化の火災による経済的損失と復興費用の年出は深刻な問題であり、1869年水卓城に伊沢県庁が開設する際、安政の退化による不況が続き町が荒廃しているとの記録が残っている。このことからも水卓の町にとり過房の真事が重要視され、 今日に至るまで伝承され発展したと考えられる。江戸期の祭りの様子が書かれた文章が家臣の家に残っており、水卓立氏市の年中行事として正月22日に行われていることが記され、1805年過剰、火星踊り観覧図として上主が大手門脇にて祭りを観覧した石図等が残ってる。明治初年の林屋台は太鼓の他に踊り手や 鈴見、三味線が描かれた絵も残っており、明治天皇東北巡行の際には、欧州街道の中央にあった水路が埋められ、林屋台が大型化、商業の発達とともに各張が屋台の豪華さや大きさを競い合うようになり、林屋台を主役とした現在の祭りの形態が出来上がる。1876年明治天皇東北、ご巡行の際に展覧に供するため、 林屋台の更新がなされる。1948年日高林部への会が設立。1956年第1回仙台青葉祭りに出演。1957年日高神社歌望祭保存会が設立。森岡市中の柱稼祝賀会に出演。1963年歌望祭の屋台林として岩手県無形民族文化財に指定される。 1970年有志以来守り続けてきた開催日、旧暦1月22日を新暦4月22日に変更。第25回国民体育大会に際し、水田区地方振興局にて、横丁組、大町組林、屋台を昭和天皇が展覧。1971年最後の担ぎ屋台として守り続けてきた王町組林、屋台が台車となる。 1973年第6回大銀座祭、光のパレードに、横丁組、大町組林、屋台が出演。1985年水卓公演にて前夜祭りを実施。1995年第37回、東北北海道ブロック民族芸能大会に立つ、丁組林屋台が出演。1996年開催日を4月29日に変更。 2006年9月9日、札幌商工会議所100周年記念事業、日本の祭りに、横町組内林、林屋台、大町組林、屋台が出演。それに合わせて、9月10日、欧州市姉妹都市である北海道長沼町にて、水沢家防災院長沼を開催。2011年同年3月11日に、発生した東日本大震災の影響により、 祭典の開催は困難であるとして中止が決定されると、神事のみが行われることになり、六町の町印を繰り出して、日高神社に参拝し、内林の奉納演奏と、まといぶりの奉納が行われた。2020年2021年世界的流行となった武漢肺炎日本国内でも感染者が拡大した影響により、祭典が中止となり、 日高神社にて関係者による神事と内林、法能演奏のみが行われる。ありがとうございます。